ニョルズ。ニョルズ、コノルド語、ニョルズルトモは、北欧神話に登場する神である。万神族の神であったが、後に、人質として、アース神族に移った。現代英語化された表記、ニョルドより、ニョルド、文字コードの制約による、別表記、NJR より、ニエルドトモ。タキトゥスの、ゲルマニアに記述がある大地の女神ネイルトゥス。 と深い関連があると考えられている。息子はフレー、娘はフレーヤ、妻は口実のスカジともされている。また、フレーとフレーヤはスカジとの愛の子とも言われているが、コエッタのロキの口論第36節では、二人はニョルズの妹との愛の子だとされている。万神族では、近親婚は当然のよう行われているため、後者の場合、人質として、 アース神族のところへ来る際に妹を離縁し、万神族の元へ置いてきたと考えられている。万神族とアース神族の戦争が終わった時に、ニョルズは娘のフレイや息子のフレイと共に人質に取られる。その後、万神族の存在は薄くなっていき、いつの間にか、この三神はアース神族の一員となる。スノーリの言った第二部、守護法で、 巨人女性スカジとの結婚の経緯が伝えられている。自分の父の巨人、スイアチが神々に殺され、復讐のためにアースガルズにやってきた娘のスカジに対し、神々はアース親族の一人を夫にすることで和解を持ちかけた。彼女はオガミの足だけを見せられ、その美しさで選んだ。光と善の神バルドルを狙っていたのだが、足の美しさで選んだ神は、なんとニオルズだった。 ニョルズの足は常に波に現れて美しかったのだが、未青年というより、美丈夫だった。結婚はしたものの、海の神であるニョルズは、海に近い自分の住居に住むことを望み、スキーで山をかけては漁をすることを好むスカジは山に、ある父の館に住むことを望んだ。二人は休夜ずつ、お互いの住居で一緒に過ごすことにしたが、スカジの館で過ごしたニョルズは、狼の吠える声を、 嫌がり、次にニョルズの館で過ごしたスカジは朝に、海鳥の鳴き声で起こされるのが苦痛あった。結果、この夫婦は、別れてしまったという、はこの物語に隠された過去の祭礼を見出している。すなわち、9日間の祭礼の間に、聖なる結婚が行われ、片方の神が、片方の神の盾祀られた場所へ運ばれたという祭祀が、反映しているという回である。また、 スカジとニョルズの結婚は、サクソグラマティクスが述べると、レグニルダの結婚とよく似ているため、古くからその類似が論じられている。北欧の各地には、ニョルズの神殿、ニョルズの森、ニョルズの高地を意味する地名が多く見られることから、彼が非常に崇拝されていたことは明白である。しかし前日の結婚の話以外では目立ったエピソードがない。またラグナロクでは、 多くの主要な神の死ぬ様が描かれているのだが、ニョルズがどのようにして死んだかは不明である。コエッタのバフスルーズ・ニルの言葉第39節において、世界の終わる時に万神族のところへ帰るだろうと言及されるのみである。他に、ロキの口論第34節では、ニョルズがロキから人質として、東の神々もしくは東の巨人のもとへ送られたこと。 ヒュミルの娘たちに死瓶代わりにされて、口の中に放尿されたことを指されている。ユングリング家の佐賀では、バナヘームからアースガルズに来たトメルニョルズは、王のオーディンから犠牲祭の祭祀を任ぜられた。オーディンの死後は二代目のスウェーデン王となったとされている。臨終の際はオーディンを追うように自身の体を傷つけて死んだと言われている。アリ・ソルギルスソンによる12世紀の歴史書。 アイスランド人の書には、ユングリング家からアリに連なる系譜が掲載されているが、ニュルズは、系譜の二番目、トルコをユングビの次に、スーア王として、名前が挙げられている。ニュルズは、海の神とされ、漁業や魚の取引における守護者であった。冬の気候の厳しい北欧では、夏の間しか漁業ができないことから、夏の神としての面も持っていた。また農業に適した土地が、 夏のフィヨルド周辺にあったことから、ニョルズは農業においても法上の神として崇められた。北欧神話の渡積には他にエーギルがいるが、エーギルが海の自然現象を象徴する面が強いのに対し、ニョルズは船や港、貿易、漁業に関係が深い。彼の住居はノーアトゥーンといい、その名前は港を意味し、場所も海に近いとされている。 前述のスカジとの結婚が破綻したのは、山育ちのスカジが海鳥の鳴き声を嫌ったことも一因である。ニョルズは天のアースガルズとノーアトゥーンとに住み、エーギルが海で暴風雨を起こすと彼を止めるためにノーアトゥーンに戻ったとも言われている。ある時には、エーギルに向かって妻のラーンの網を裂くと一括したところ、エーギルは引き下がり、荒れ狂っていた海面が静かになったという。 女神、ネルトゥスについては、様々なゲルマン民族の部族によって敬われていた。神であることが一世紀に、ローマの歴史家タキトゥスによって、著書、ゲルマニアに記述されているが、この女神とニョルズは、しばしば同一視されている。ニョルズの名が、アイスランドの文献に現れるまでには、約千年の時間が経ち、かつ、性別の違いがあるものの、ネルトゥスの名は、ニョルズの名と語源を、同じくしている。 また、ニョルズの子であるフレイとフレイヤのそれぞれの名前の語源も非常に近いものであり、この2名が双子の兄弟姉妹であることから、ニョルズとネルトゥスも性の異なる双子である可能性が指されている。結果的に、ロキの口論で語られる、ニョルズがフレイヤとフレイを設けた相手とされる無名の姉妹とネルトゥスが同一視された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。